皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はスリナカについて発表させていただきたいと思います。まずは発表の流れを説明したいと思います。まずは森の大切さについて発表しますし、そして森林は森の大切さについて説明しますし、すでに世界に開ける森林破壊について、話をし、それからこれからどんな問題が引き起こすと原因について発表しますし、そして FA 大学学生からもらったアンケート調査について発表させていただきます。それでは世界の森林について、私が説明します。森林の大切さ、森は人間や大きい物のために大切です。世界の陸地のうち4分の1は森林です。豊かな森林は空気を作り、水を蓄え、土をつけてくれます。それからこの森林被覆の円グラフを見ると、世界で一番大きな森はアジアです。そしてブラジルです。それからカナダというアメリカと中国とオーストラリアがこのように並んでいます。これから、森林破壊とは、デオが説明します。私は森林破壊とは何ですかと、森林破壊の原因について説明します。はい、じゃあ森林破壊とは何ですかから始めます。森林破壊というと、いろいろな原因のために森林を切ることです。この写真をご覧ください。これは NASA の衛星から撮った写真です。左は1978年のと、右は2012年の写真です。左は緑が多いですが、右を見ると森がなくなっていることが分かりますね。じゃあこのように森が切ると、あと100年に森林が全然ないことが分かって、これは主な問題になっています。次は森林の原因です。このお手元の資料をご覧ください。はい、森林破壊の原因は6つあります。森林破壊、主な森林破壊、そのうち主な原因は森林破壊の木材、大量の木材利用による大量の森林伐採。人間は昔から木材で作ったものをたくさん使っています。でも今人口が多くて、森林を切ることが増えています。その後、2番と3番をご覧ください。2番目は、焼き畑による原生林の消失と、3番目は、放牧地や月林地や大規模農地確保のための開拓です。次はスキー場やレザー施設などの開発です。5番目は先生用のため先生用のよる森林の荒廃です。最後は地球温暖化による森林の枯渇です、はい、次は森林破壊でどんな問題が引き起こすことが、バムシーが説明します。はい、バムシーお願いします。皆さん、森林破壊のせいで
どんな問題がありますかというのを私が今説明したいと思います。人間は人間の振る舞いや産業などから出る二酸化炭素を減らして酸素を排出します。その酸素は生き物のために必要ですよ。その森林破壊がないと、その酸素が少なくなります。その上、その二酸化炭素は上がると、地球温暖化の問題があります。そして、森林は地球の気候の変化のためにも必要です。自然がないと、そのところの気候パターンが変わります。 そして森林は、いろいろな生き物のため生き物の家なんですよね。その家がないと、その生き物は滅亡してしまうと思います。次、岩田さんはお願いします。はい、これから私が対策の説明します。対策をするために 4R が、4R 活動があります。活動があります。最初はリフュージです。木材の製油の都合はないで断ることです。例えば ATM で自粛をもらわないと、役に立つと思います。2番はレルースです。必要な木材の性能を、無駄にしないことです。例えば E ペーパーを使うと、このことを、減らすことができますと思います。3番はリユースです。古いものを何でも、再利用すると巡るものを、何度も繰り返して、利用できるものを購入するようにしてください。4番目は、酸制限化です。つまり製油のリサイクルすることです。例えばゴミをしっかり分別すること、それがゴミを、入庫量に、することに上がっているのです。それから、アンケート調査についてもう一回説明します。私たちは EFLU の学生の森林破壊に関する意見を知るためにアンケート調査を行いました。対象は30人の人たちでした。そして答えはこのように表しました。私たちは3つの質問を聞きました。1つ目の質問は、森林破壊は環境問題だと思いますか。ほとんどの人ははいと答えました。そして2つ目の質問は、どうして森林破壊を止めることができませんか。 41% の人たちは都市化のせいだ、36% の人たちは都市化が原因だと思っています。そして森林火災は原因だと思う人は 20% です。森林伐採は主な原因だと思う人は 44% を占めています。
3つ目の質問は、どうして森林破壊を止めることができませんか。 48% は一般人の無関心だと思います。そして識字率のせいだと思う人は 41% を占めています。最後に幼鳥の方針だと思う人は 11% にとどまりました。性別に分かると対象は 60% は女性でした。そして男性は 40% でした。ご清聴ありがとうございました。